バリー・モリス・ゴールド・ウォーターはアメリカ合衆国の政治家、アリゾナ州選出連邦上院議員を務めた。1964年アメリカ合衆国大統領選挙での共和党の大統領候補であった。1909年1月2日にアリゾナ準州のフェニックスでバロン・ゴールド・ウォーターとハッチ・ジョセフィン・ウィリアムズ夫妻の間に誕生する。父親はデパートを経営し、 元来ユダヤ教徒であったが、ロジャー・ウィリアムズが出た一族の出身である、ハッティ・ジョゼフィンとの結婚を機に監督派に改修した。家業のデパートは一家を裕福にし、ゴールド・ウォーターはスタントン軍学校に学び、続いてアリゾナ大学に入学した。父親のバロンは1930年に死去し、ゴールド・ウォーターはアリゾナ大学を中退し、家業のデパート経営を引き継いだ。 アリゾナ州は民主党の強固な地盤であったため、ゴールドウォーターは民主党の改革派として政治活動をスタートしたが、後に共和党に倶りえし、ニューディール政策に反対した。1934年にマーガレット、ペギー・ジョンソンと結婚、4人の子供を設けた。アメリカ合衆国が第二次世界大戦へ参戦すると、ゴールドウォーターは、 アメリカ陸軍航空軍の予備役士官として任官する。彼は新たに創設された世界中の戦場に供給を行う部隊にパイロットとして着任した。軍歴の大半を本国とインド間の飛行に費やし、アゾレス諸島、北アフリカ、南アメリカ、ナイジェリア、中央アフリカにも飛行した。また、国民党軍への補給のため、ヒマラヤ上空も飛行した。 彼は戦後も軍に泊まって空軍士官学校の創設に尽力し士官学校のビジターセンターは彼の名が命名された。最終的には少々として退役した。彼は退役までに165種類の航空機を操縦した。1952年上院議員選挙に立候補する。対立候補は当時民主党上院院内総務であったアーネスト。 マクファーランドであった。ゴールドウォーターはマクファーランドを破って当選し1958年に再選された。上院でゴールドウォーターは共和党内の急進派と見られた。彼はアイゼンハワー政権の政策の一部が民主党の政策と類似したニューディール路線を踏襲するものだとして批判した。加えて、 ジョセフ・マッカーシー上院議員と親しい議員の一人として知られ、マッカーシーの建築決議案に反対した。ジョン・ F ・ケネディ上院議員も、マッカーシー建築決議に強く反対しており、ゴールド・ウォーターの親しい友人だった。ケネディが大統領となった後も、ゴールド・ウォーターとしばしば面会した。ゴールド・ウォーターは、ケネディの後を継いだ、ジョンソン大統領とは、 権限の中で、ジョンソンの主要な政敵とみなされてきた。ゴールドウォーターは、ネルソン・ロックフェラーニューヨーク州知事との熾烈な、指名争いを勝ち抜き、1964年大統領選挙における、共和党の大統領候補に指名された。ゴールドウォーターは、ロックフェラーに代表される、共和党の主流派及び穏健派が、実際には、民主党の政策と類似した。 ニューディール路線を踏襲した政策を実行してきたに、過ぎず、共和党の独自色を打ち出していないと批判した。そこで、彼は、共和党の本来の主張、小さな政府、政府の市場経済への介入の限定、強硬な反共路線、反共主義に基づく NATO 加盟国との協調、NATO の強化、ベトナムにおけるドラスティックな解決、を直接な言葉で訴え、 国民の前に従来より明確な選択肢を提示した。こうした姿勢から彼は現代アメリカにおける保守主義運動の先導者とみなされることが多い。同時にアメリカ公民権法に反対し、同法に対する不満を抱く南部の白人層を取り込み、共和党の南部への進出を図った。実際彼は選挙戦で極右とのレッテルを貼られ、特にベトナムにおいて、 核兵器の使用もあるとした彼の発言は、彼が大統領に当選すれば、核戦争が勃発するとのジョンソン陣営のネガティブキャンペーンに使用された。公民憲法をめぐる問題以外での彼と、ロックフェラーら共和党主流派との相違点は、当時言われたほど大きなものではなく、同じ原理原則に基づいていた。ゴールドウォーターが、より求心的、 ロックフェラーがより慎重かつ恩恵というだけの話であった。1975年に紹介席が死去した際、当時副大統領だったロックフェラーとゴールドウォーターは葬儀に向かうため同じ飛行機に乗り合わせた。その際、ゴールドウォーターとロックフェラーは実に多くの問題で両者の見解が一致することに気づいた。しかし、 彼が極右とみなされ、良心的な有権者の離反を招いた最大の原因は公民権法に対する彼の態度であった。彼は共和党員の大半が公民権法に賛成したにもかかわらず同法に反対した。このことは彼が人種差別主義者であるというイメージを生み出し、ジョンソン政権はうまくこれを利用した。特に目立ったのは KKK とゴールドウォーターを結びつけたキャンペーンである。KKK は共和党大会に押しかけ、ゴールドウォーターを支持すると叫んだ。ゴールドウォーターは選挙対策として、KKK と自分とは関係がないということを強調した。かつて元民主党の彼はアリゾナ州における NACP の設立者の一人であり、 1950年代から60年代にかけては上院で公民権問題に賛成の議員の一人とみなされていた。だが、ゴールドウォーターはジョンソン剣をと右派思想、南部戦略のため同法に反対した。大統領選挙において、ゴールドウォーターはジョンソン486、ゴールドウォーター52と歴史的大敗を喫した。 得票率も38%台と低かった。彼はディープサウス5州とアリゾナで勝利し、同地域における共和党勢力の将来の拡張可能性を示した。ゴールドウォーターは現代アメリカの保守主義運動の象徴に祭り上げられ、その流れはロナルド・レーガンに引き継がれた。さらに経済的自由を強調し、政府の個人の問題に対する介入に強く反対。 する姿勢から彼はリバタリアンの先駆者とみなされている。ただ、ベトナムに核兵器使用という外国介入路線はリバタリアンの外国不介入の思想からは外れている。また60年代以後、リチャード・ニックソンやロナルド・レーガンといった政治家は伝統的価値観の尊重を従来より強く打ち出し、全米の白人層全般にアピールした。ニクソンらによる 共和党の南部戦略は、人種平等に反発する、保守的白人の票を取り込み、彼らにとって不利な新自由主義の政策の欠点から、目をそらさせるものだった。一方、レーガン政権が誕生すると、政権を支える一つの有力勢力として、宗教右派などのキリスト教原理主義者が台頭した。彼らは、共和党の評伝だったが、 ゴールドウォーターはこの新しい右派勢力のゲイ反対、中絶反対などの意見に強い反発を示した。彼の孫のタイロスがゲイであったことも、その理由の一つであろう。タイロスはゲイであることを、カミングアウトし、HIV ポジティブであることも公表した。レーガンは、宗教右派や、道徳多数派を大事にし、軍拡路線を歩んだ。レーガンが、 宗教右派と一体化しても、ゴールドウォーターがレーガンとの親しい友人関係を解消することはなかった。上院では、情報委員長、軍事委員長を歴任した。1986年には、文民としては最高の栄誉である、大統領自由勲章を授けられた。1987年に、上院議員を引退した。1990年代以降は、 宗教右派などが仕切る共和党の中で異質な意見を持つ人物として注目された。例えば、1993年にクリントン政権下で軍隊内での同性愛行為を禁じると同時に兵士が同性愛者であることを自ら公表しない限りは、軍当局は兵士の性的指向を操作しないことを定めた、通称、ドントアスク。 ドントテルポーが制定された際に多くの共和党員が反対する中、別に兵士が同性愛者でも構わないという姿勢を取った。1996年に大規模な脳卒中を患って以降、ゴールドウォーターは表舞台から姿を消した。ゴールドウォーターの家族は彼がアルツハイマー病の初期段階にあったことを公表している。その後、 1998年5月29日、長年にわたって住んでいたアリゾナ州、パラダイスバレーの自宅で、脳卒中の合併症により89歳で、その生涯に幕を下ろした。葬儀の後、ゴールドウォーターの遺体は、同地のキリスト書店協会に埋葬されている。ジョン・マケイン上院議員は、ゴールドウォーター引退後の議席を引き継ぎ、その後継者を辞任している。 ありがとうございます。